どうもこんにちは、世界的 VIP ゲンエです。最近ですね、外に出るときにちょっとね、腕時計をつけようかななんて思ってるんですけども、普通のね腕時計をつけても何の面白みもないので、まあ皆さんご存知スマートウォッチですよね。スマートウォッチをつけて歩こうと思ってるんですけども、僕ね、前紹介しましたこれですね、アップルウォッチ持ってるんですよ。で、スマートウォッチってこれしか使ったことないので、他のがねどういう感じになってるのか一切わからないんですけども、最近ですね、アマゾンとかでスマートウォッチで調べるとものすごいね安く手に入るみたいなんですよね。結構ね種類があって、あーこれはいいね、なんかアップルウォッチに似てる形のもあるなと思えば、なんかごつくでかっこいいな、普通の時計みたいみたいないっぱいあって、結構ね選択肢に幅があるのかなという感じに思ってます。まあ普通に使えるとは思うんですけども、ちょっとね気になっていて、せっかくだからちょっとスマートウォッチまた新しいのでも買ってみようかななんて最近ね思ってるんですけども、まあ、皆さんのねおすすめとかあればね教えていただきたいなという感じに思ってるんですけども、僕はですねちょっと一個だけね、目をつけてるものがありまして、それがですね UWatch GT ってやつなんですけども、価格がですね5969円の 20% クーポン今出てるんですけども、これですね、これちょっと気になってるなと思ってて、まあ、Apple Watch に比べて価格がものすごい安いっていうのもありますし、デザインですね、時計の形が丸なんですね。いわゆるサークル型の時計って普通じゃないですか。普通がゆえの魅力というか、そんな感じですね。で、なんかゴツゴツしていて、あ、みんな大好き G-SHOCK になんか似てるなみたいな、そんな感じですね。まあ、ファンからするとなんか何言ってんだって思われそうかもしれないですけど、なんかすごい魅力的なんですよ。文字盤もアナログで表示されてるんですけど、むちゃくちゃ綺麗。もちろんね、デジタル表示もできるんだけど、やっぱ時計はアナログだよねっていう感じで、非常に気になってます。で、大きいんですよね。どれぐらいあるのかわかんないですけども、画面が大きいからすごく見やすいんだろうなって思ってます。で、しかも結構機能がいっぱいついてて多機能だそうですね。今 Amazon のページ見てるんですけども、防水だし水泳にも対応してます。あと活動量計ですね、スポーツウォッチ、心拍計、多機能腕時計だということですね。あと睡眠モニタリングっていうのもできるみたいですし、バッテリーもねめちゃくちゃ長持ちするみたいですね。で、フィットネス、長座注意、着信通知、 SMS、 Twitter、 WhatsApp、 LINE などの通知が来る。これはねありがたい。たまにねスマホに来た通知が、あ、気づかなかったっていう時あると思うんですけども、そういった時に同期させておくとスマートウォッチの方に通知が来るので見やすいですよね。そこはね僕がね思うスマートウォッチのいいところかなという感じがしますね。で、これね Android はね当然対応してるんですけども、 iPhone もね対応してるということで、あ、いいなと思って、どっちも使ったことがある人、もしくはねどっちも所持してる人からするとこれは非常にありがたい。 Apple Watch はさ Android 使えないんですよ。持ち歩くとしたらどうしても iPhone をね持ち歩かなきゃいけないし、セットアップさえしてしまえば、まあ、別に持ち歩いてもいいんですけど、通知も一切何も来ないですし、本当にただの時計みたいな感じになってしまうので、だったら Android でも使えるスマートウォッチがいいなぁなんて思ってますね。で、最近だと僕の傾向としては iPhone をメイン端末に一切してないので、 Android に対応したものが欲しいなぁなんて思っておりますね。ということで、まあちょっと僕はね、ちょっと Amazon のページを見た限りでめちゃくちゃかっこよさそうなのがあったんで紹介しました。しかもなんかバッテリー長持ちするって言いましたけども、15日連続使用できるって、これもう究極ですよね。あ、2週間以上使えるんだって、これはね非常にいいな。これ1日しか使えないので、そこら辺も比べていいなと思いましたね。まあ買うかどうかは分かりませんけど、一応買おうかなみたいな感じで思ってるっていうお話でした。お疲れ様でした。